濁って見えないけど、下から今ファーって置いてるだけで湧いてきた。よっしゃ、食った、食ったよ。おーい、おお、すごい。いやー、すごいね。ちょっとね、針が細めなんでドラグ緩めにグラビアとしてますけども、おお、ほい、ほいしょ、ほいしょ、よいしょ。はい、アイアロー釣れましたよ。今カツのアイアロいきなり釣れましたよ。元気なね、綺麗な魚、イエーイ、ね、がっつりかかってる。でね、タックルはジーニアスプロジェクトのグラビアスのローギアのモデルに、深溝スプールなんだけどね、14ポンドライン入れて、でもね、バッチリ飛ぶ、ね、結構軽いからベイトフィネススプールじゃないとダメかなと思ったけど、深溝スプールでしっかりと投げられてね。で、まあちょっとドラグは緩めにしております。アイアローすげえな。はい、アイアローフローティングフィッシュは口閉じで42センチほどね。イエーイ、よいしょ、ありがとさん。そっちだよね。はい、お気に入った。はい、というわけで帰ってきました。ちょっとね、時間ができたのでこれ投げてみたいなと思って、今勝から新しく出たアイアロー65
の F フローティングモデルね、これを投げてきてみたんですけども、開始ね早々に結構、低サイズが釣れてくれたりして、あ、これなかなかいいルアーだなーなんて思ってね、カメラを回し出しているんですけども、でその後ね実は何匹か釣って、でちょっとテンパって後ろのね毛引っ張ってブチってちぎっちゃったんですけども、毛はまだ持ってるんで、またねうまいことくっつけてね、再利用しようかななんて思ってますが、まあ、とりあえずね、こんな感じのルアーなんですね。でここにテールがついていて、でねこのテールがふわーっとね独特な生めかしいね、アピールをしてね、なんとも生めかしい。で、その後ねこのテールがない状態のものでもねしっかり釣れちゃったりしたんですけども、ただフローティングで、なんだろう、こうドリフトさせてもうほとんどリール巻かないでこうプカーンふわーってね浮かべてるだけで、そのちょっと前にねググググググって見に来たなーと思ったらハフッ、でもねそれは針がかりしなくて、であバスいるんだなーなんて思って、またね再度丁寧にカバーの際をねふわーってただ浮かしてるだけね。そしたらまた下からもももももって出てきて、でパクって食ってね、それがまあ結構40も超えてたんでなかなか引いてくれたんですけども、まあ愛字引きでもいいですけど、本当その場で放置プレイね、これだけで釣れちゃうんだなって、このやっぱ 3D リアリズムカラーのねこの独特な生めかしいカラーリング、あとなんだろう、この各愛が小さかったり、フックもね必要最低限の強度を保って、小ぶりな一箇所のみのフックでっていう感じで、バスがこれの存在にさえ気がつけばなんか結構躊躇なく、食べちゃうんだな。実はね先行者の方がいて結構ワームで、あもう何本か釣れましたよなんていう状況だったので、でああこれはきついかなと思ってね、でもね入れてみたらすぐにあグググググって始まったんで、ちょっとねびっくりして、そんでもってよく釣れるルアーだななんていう、感触です。で今回はね直結ねラインこの愛に直接結んで、でタックルの方なんですけども、こういう感じでベイトタックルでやってみました。推奨はですね、スピニングタックルで、まあ、リーダーを組んでっていう風に書いてあるんですけども、まあでも今のねベイトリールってほんと 4g ぐらいあれば結構ね飛ばせちゃうんですよね。で今回このグラビアスっていうね今活のプロスタッフの、青木プロが作っているですねこのジーニアスプロジェクトのグラビアスっていうねリールになるんですけども、まあせっかくだから今活みたいな感じでやってみようかななんて思ってねこのリールで組んでみたんですが、これね深溝スプールで14ポンドラインっていうね、フロロマイスター入れていて、これでね結構飛んじゃうんですよね 4g なんですけど、まあ形がシンプルっていうのもあるのかもしれないんですけども、だからまあこの感じのやつに直結してパヒョーンって飛ばしてね、でまあフローティングなんですけども、じっくりフロロカーボンラインを沈め込んでいくと、ちょっとだけね沈んでいくんですよね。ただ投げて糸が沈んでない限りはちゃんとフローティングしてこうガーでちょっとチョンってね糸を入れ込んでダイブさせると、そっからじわーってね水面直下のうまいところなんかねこう流れる絶妙なね終わってみたらセッティングだったなーなんていう風に思うんですけども、だからまあ例えば今回はねこの、グラビアス使いましたけども、多分ねニューメタニウムなんかもすごいレスポンスのいい、スプールをしてるんで、そんなんでも多分スパーンってね飛ぶんじゃないかな。まあ基本はスピニングタックルで広範囲に効率よく攻めるっていう感じですけども、そこまでね飛距離はいらないよっていうシチュエーションであれば、こういうベイトタックルで
まあ、いざ魚がかかってもね、心配ないですね。こうベイトタックルっていうのもね、一つ選択肢としてはありなんじゃないかなと。この組み合わせはちょっと今後も使っていこうかななんて思うんですけども、まあ例えばこれグラビアスだとベイトフィネスプールがついてるから、まあそれにもうちょっと細めの糸を入れてより飛ばしのセッティングでやっても面白いかななんていうのが感じたのと、あとね、どうにもこのやっぱり針が結構繊細な針が積んであるので、グラビアスの特徴の一つとしてドラグ性能がすごいいいっていう要素もあるので、結構最初からねもうドラグ緩めで、ね、針はね、この竿であれば多分チョンってね煽っただけでスパーンってかかるな、ね、でかかった後はもうドラグゆるゆるでね無理をせずちょっと引っ張っていこうかなっていうね、そういうセッティングで、やっております。で、竿なんですけども、これ結構古い竿なんですけども、メガバスの X1 のシルバーシャドウっていうですね、海のシーバス用のね、竿なんですが、中古で買ってですね、まあちょうど、まあもう少し大きめですけどね、ミノーの釣りとかね、いざ魚をかけたら、バレづらいよっていうね、そういうコンセプトの竿なんで、今回もね、ちょっとどっかの要素が、まあ例えば竿が硬すぎるとか、ドラグがうまいこと出ていかないとか、なんかあったらねすぐ口切れしてバレちゃうんじゃないかなっていう、そういう、状況なんですけども、結構よく曲がって軽いルアーも投げれてっていう竿に、まあ結構新しめのね、軽いルアーもベイトフィネスと歌ってはいないけども投げれちゃうよっていうね、こんな組み合わせねでやってみたら、結構面白い釣りができましたということで、でまあこの後にもねちょっとアイアローでいくつかね、気になる釣果が出ているので、まあね編集して、また上げていこうと思うんですけども、取り急ぎですね買って早速投げてみたらねいいバスが釣れたよっていうことで、今回動画をまとめてみました。またちょっとね動画編集しながら、あそうだそうだこれ言ってなかったみたいな要素を見つけたらですね、なんだろうインプレしていきたいと思うんですけども、ただまあとりあえず投げて置いとくだけで食うなっていうね、これがまずインプレ、初見の印象としてはすげえなと思ったところでした。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、今勝から新しく出たですね、愛知系の執着点というねすごいタイトルで、キャッチコピーで出てきましたが、アイアロー65の、フローティングモデルね 3D リアリズムカラー、これで、いいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。